井上君にぎわうお祭り、浮き湯なしで誘ってみたが、慣れない床のせいかな、顔が熱くなっちゃってどうしよう。線香花火してる未来は張り詰めた時と緊張感で弾き出そうなほどふくらな、この思いもどかしくなってどうしよう。あれからどれくらいあなたに近づくことができたかな、わからない、あなたの気持ちもわからないまま時間だけ流れてって、花火を飲んで行こうって二人で見合って、このままでもいいと思ってしまう。